もっと近づきな。やどんな企画かわかんないんですけど頑張ろうと思います。イエイイエイ。持ってない。いつもね、そうそうそう、うん、オッケーオッケー、目立って、オッケー。ここに座って、こっち話してます。キラナヤです。今日のセリフ本当にちょっとヤバいので甘い目で見てください。お願いします。もうヤバい企画やねんけど。スタート。今日楽しかったな。ね、本当ね。いろんなとこ回ったし、リンゴ飴とかめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。やばかったよな。他にもいろいろ行きたかったけど時間がなさすぎて、全然そんなに会えんかったしな、こっちも。本当に、でも一緒に回れて楽しかったな。ありがとう、うん、好きやね。じゃあ、これ僕、本当にこれ見てください、こちら。僕目線見られました。見守っておりました。これってあっちの方です。横ハグ、横ハグ。やば。ありがとうございました。隠し切れて、隠し切れて。何番だ。2台で。やばい、足震えてる。高校2年生のハッタハトです。あんまり得意じゃないですけど、自分なりに頑張りたいと思います。放課後に勉強してる設定で。おーい。テスト勉強どう？難しい。数学がさ苦手。うちも苦手。ちょっと数学の勉強。あと英語もそう。英語もやばいんだよね。英語はできる？できそう？全部無理。全部無理。どうしたの？可愛いなと思って。やばい。ちなみにこれはなんていう名前？ポッペプニプニ。ポッペプニプニ。もうしんどい。どうだった？キュンキュンしました。何でしたか？めっちゃキュンキュンしました。もうすごい。やばいです。うわーってなりました。メールがなんか緊張してる。高校1年生の内田蓮です。楽しく胸キュンさせていきたいと思います。はい、放課後です。おーい。はい。メアリー、え、寒くね？あ、ちょっと寒いかも。部活？あ、やってるね。みんな帰っちゃったね。ね、みんな帰るの早いね。風邪ひくぞ。手つかまれて、ふって。温める。温まりました。温まりました。めっちゃ緊張しました。緊張しましたか？いや、緊張するわ。付き合ってる彼女が遠い国へ引っ越しを。どうもこんにちは。高校2年生17歳の宮本龍之介です。新メンバーとしていいところ見せれるよう頑張ります。よーい、スタート。じゃあ、ラブソースイート流れた。手引くかと思ってたのに。バックハグですね。設定は、僕が、まあ
高校2年生戸部晃翔です。胸キュンってまあちょっとあんま自信ないですけど、まあでも精一杯頑張ります。頑張ります。よーいスタート。はるかちゃん写真撮ろうよ。はいチーズ。もっと近づきなって指出して。はいチーズ。深いよ。以上です。めっちゃ緊張しました。で終わり。え待って待って、オチなんかある。高校2年生16歳南ロアです。皆さんニコラ読者をキュンキュンさせるような行動を頑張ります。よーいスタート。何してんの。ちょっともう私最近待ち受け変えたんだけど、うん、え、かわいい、かわいい、めっちゃかわいいじゃん。これかわいくないマジで、うん、結構山とかめっちゃ綺麗じゃん。綺麗でしょ。めっちゃ綺麗でしょ。かわいいでしょ。え、いいな、そういうの。え、まのかのも見せて。ええ、何、見せて、見せて。え、やだ。なに、なに、なに、なにの。え、別に。見せてよ。いや、なんとか、何もないです。見せろって。え、やだ、やだ、見せろ、もう見せろ。え、めっちゃかわいいじゃん。え、なにこれ、え、なにこの動物。え、めっちゃ可愛いじゃん。え、めっちゃ可愛い。モノコみたいでしょ。え、めっちゃ可愛い。バカ。え、やば。終わりです。あ、まあ、この、まあ、強制ハグ、強制ハグ。山、山を言われた時どうしたらいいか。どうしよう。可愛いって言ってんの山った。先輩で、あ、後輩で憧れてる。高校1年生の柿ひょうざらです。おーちゃんです。最年少なりに頑張るのでよろしくお願いします。心臓に悪いです。はい、死にそう。よーいスタート。先輩写真撮ってくれませんか。あ、いいよ。チーズ。一回見テンション。あ、ばっかりだった。終わりです。天使のつかみ。付き合ってはないです。家が近所でよく一緒に帰って。高校1年生川島エイトです。皆さんをギュンギュンさせられるような胸キュンを頑張ります。よーいスタート。誰だ。え、誰。エイトくん正解。俺もメアリーだったらすぐ分かるよ。帰ろう帰ろう。ちょっと待って、チャック。はい。手繋いでダメだった。やってないのに手繋ぐんだと思って。あ、でもない。そこでのマスク、ポッペ、ウニ。うわ、怖っ。めっちゃ怖っ。ちょっと待って。出て。高校2年生の野口良人です。すごい緊張するんですけど、最後まで頑張っていきたいと思います。よーいスタート。いや疲れたね。ね、疲れたね。疲れたね。あ、でも見に行きたい映画あるんだよね。映画？うん。あ、いいね映画。そういうのってさ、好きな人と見に行きたい。そうだね。好きな人俺どう？言わないよそんなの。俺は一緒に見に行きたい。そんな行きたいに言われてもか。じゃあ俺先帰るよ。あ、今度誰と行きたいか教えてや。いやー緊張した。ひざまたぎ。あっちからちょっと学校のやんちゃ系が走ってて。高校3年生丸田レオンです。最年長なのでみんなに負けないように頑張ります。はるか、いいか、はるか、危ない。大丈夫。今日も可愛いよ。一緒に帰ろうか。あ、かばん。よし。よし、帰ろう。帰ろう。なんすか。
付き合ってる設定なんで。二人めっちゃ良かった。放課後、まなかちゃん一人のところを話しかけて、よーい、まなかちゃん今一人？あ、うん。あのさ、今日の授業めっちゃ面白くなかった？めっちゃ話したくてこの話。いや本当にやばかったね。なんかいつも面白いけど今日は格好違った。今日やばかったよね。まだ帰んないの？あ、うん、今ちょうど帰ろうとしてたとこ。ああ、じゃあ一緒に帰んない？あ、いいよ。でも、なんで？いや、俺マノカのこと好きだからさ、なんか一緒に帰れないかなって。いや、いや、そう、唐突で悪いんだけど、なんか放課後時間あったらさ、ちょっとどっか寄ったりして帰ろうよ。うん、分かった、帰ろう。よし、もう、わかんないっす。俺がわかんないっす。本当にわかんなかった。はい、カイラちゃんは彼氏に振られちゃったんですね。窓際でちょっと落ち込んでると。よーい、スタート。カイラ、どうしたの？実は彼氏に振られちゃったんだよね。そっか。残念だね。あのさ、ずっと前から好きだったんだ。僕が代わりをできないかな。お願いします。おめでとうございます。メアリーちゃんと僕が幼馴染で両思いで、黒板の掃除当番で、ありがとう。てかさ、うん、二人っきりになったら言いたいことがあってさ、うん、あの、ずっと好きだったんだ、俺と付き合ってくれないかな。終わりで。どこに切ればいいか。委員会が同じでたまたま被って、で夜ちょっと遅くまで残ってて。よーい、スタート。先帰るね。あ、うん。あ、リミ、ちょっと待って。ずっと痛かったんだけど、リミのこと好きでした。幼馴染にしか思ってないかもしれないけど、俺はずっとリミしか見てないから、付き合ってください。お願いします。本当？いいの？ありがとう。よし、行こうか。止まっていいか。ちょっとガラガラガラ。小学校からずっと一緒で、あーわー言う大親友。よーい、スタート。はるか？ん？あのさ、前から言いたかったんだけどさ、うん、前からさ、ずっとも大好きだから、うん、だから、できれば親友じゃなくて彼氏かもしれない。お願いします。はい。です。交渉編。あ、付き合ってなくてっていう感じ。これすごいですね、自分の妄想がバレるみたいな。よーい、スタート。雨やな。雨だね。嫌やな。嫌だ。もうそろそろ帰る。帰ろっか。もうさ、言いたいことがあってんけど、うん、ずっと前から好きでした。付き合ってください。はい。ほんまに？ガチ？え、じゃあさ、もう付き合ったってことはさ、手つないでいい？帰ろう。カット。
俺は好きで、向こうはまあちょっと気づいてるけど別にそんな好きじゃない。あ、オッケー。よーい、スタート。はるか、ちょっと話したいからこう来てくれる？うん。みんないると恥ずかしいし。うん。あのさ、ずっと前から思ってたんだけど、高校入った時からずっと好きでした。付き合ってください。お願いします。よっしゃじゃあ明日水族館行こう。オッケー、行こう、約束。あっ、学校終わって思いを教室で伝える。よーい、スタート。あ、まぬか、ん、ちょっと伝えたいことがある。うん。いやどうしよう。どうしたと？いや、なんかさ、ずっと仲良かったやん。うん。少しずつ話していくうちにさ、自分がまぬかのこと好きになっていくのに気づいてさ、もしよかったらなんやけど、俺と付き合ってほしいな。いいよ。ガチ？うん。マジ？やった！よっしゃ。じゃあさ、今まで以上にさ、もっと仲良くして。うん。約束。約束。ありがとう。ドラマチックだよ。めっちゃ台本あったけどうまくいった。これからメアリとたくさん楽しいことしたいし、いろんなとこ行ってみたい。だから俺と付き合ってください。お願いします。ありがとう。マジか、マジか。早速なんだけどさ、今日は一緒に来る？あ、もちろん。マジ？ちょっと待ってて。オッケー。じゃあ、帰ろう。早速なんですよ。出てとこ。帰ろう。あ、俺が。ありがとう。はい、カット。かわいい。後半不審者やん。仲いいクラスメートで、放課後によく勉強を一緒にしてて。よーい、スタート。数学全然わかんないよ、もう。うん。なんかわかんないとこある？わかんない。英語か。うん。これは…ん？うん、なんでもない。何？ちょっと、お前なの買ってくるね。うん。リミ、ん？急なんだけどさ、ずっと前から大好きでした。僕と付き合ってください。もし OK なら許してください。こちら。ありがとう。です。リミが可愛い。リミちゃん任せ。せこいわ。リミちゃん任せ。リミの可愛い子ライブ。今日一日撮影してみてどうでしたか？楽しかったです。もうやばいよね。はい、もう控室でみんなでもやばいです。最高。結構やばいです。全員メンバー集まることないから。ああ、そうなんですね。仲良くなれました。仲良くなれました。どうしようか。